で入れる。ここでどうだ。いやすごいゴールだ。セットプレーかな。最後はなんとベテランの田村直也、見事なヘディング、ベルディ先制1対0。いやこれは中後のボールでほぼ決まり、そしてまあもちろん田村選手のそのすらし方ですか、ボールへの当て方、その技術もねすごく難しいですね。これ厚く当てるとゴールの上に行ってしまう、その触り加減ですか。すらしさと、しかもボールの行方田村しっかり見てましたからね。